皆さんこんにちはゴーールデンウィークは楽ししめてたでしょうか私はもう楽しみまくったかもしれないですねまあ期間10日間ぐらいあってで4日間ですねブラボー1まあね 3V 販売されてると思うんですけどもうブラボー1ン三昧でしたね もうこれしかか使わなかったでフィールドで使って4日間ねまあ日帰りなんですけどもほぼなまりなしですねストロップしなかったんですよね、まあ、ちょっと今ストロップしてしまいましたけどうんまあこれはクルーウェアになるんですけどでねハンドル剤ね 悩んでる方がいたらまあ何本かね買ってる方っていうのはね決まってるかもしれないですけど初めてのウッドハンドルにはデザートアイアンウッドもいい選択の一つだと思いますよ値段も、まあ、価格もね比較的お手頃でやっぱりねこの高級感があっていい木になるんですよね、まあで これはねピンはねもうスタンダードモザイクブラスとかフォローとかいろいろあるんですけど、まあ、好みですね私は一番はデザートアイアウトにはこのブラスピンを厚くお勧めしますけどもでちょっとね山菜もね山菜取りを少し始めようかななんて思ってねでもう一本よく持って,てたのがこれプラスこれですねイクフィールドには 実は歳もあったんですよ、ね、でいろいろねちょっと調べたりとか本番はね来シーズンになると思うんですけどね春シーズンがねもう終わりなんで、まあ、今年もね、まあ、ちょこちょこねいろんな俳句しながら見たりとかしてうんなんかねいいいいポイントをね見つけようかなと思ってね来シーズンは、まあ、ビデオも撮ってうん。 狙ってるのは小ゴミになるんですけどね。もしね、何かアドバイスがあもあるっていう方がいたらね、ぜひね、教えていただきたいですね。まあ、ん小ゴミに似てるのがわらび、ゼンマイ。あと、毒性はないと思うんですけど、十文字枝っていうのがあるんですよね。まあ、その辺ちょっとね、理解はできたんで、連休中に。 ちょっと山菜取りもね初めてね小ごみ小ごみのお浸しがいいんじゃないのかなって今一番思ってるんですけどこれファルクニーベン F1 ですねで私は山菜取りはまあうちのにも言われたんですけど手で折れるじゃないって、まあ、ちょっとロマンがないですよね、まあ、片手で持ってねこういう感じでひねってね切りたい切るんですけどもこれですね コンパクトでこれもね、ファイアーメイキング、そうですね、お店するんで、そのうち。これはこれで、使い方、ま山菜取りにはもったいないっていう方もいるかもしれないですけど、いいものを使いたいし、好きなものを使いたいですからね。で、今日お知らせしたいのが、オーロラス漢字。 CPM マグナカットになるんですけどドロップマジかドロップっていうのは向こうの方の表現の仕方であまり販売するとかそういう表現はしないんですよねドロップ落ちるってそういうような表現をするんですけどで今ね DLT のオフィシャルでもそのドロップの事前案内っていう項目ができたんですよただ今ドロップされてないんですけど オーロラマグナカットのとこ開くと5月12日っていうふうにあの落ちる日が書いてあるんですけどもただねそれでメニューからドロップっていうね項目があって他のねナイフとかもあるんですけど BRK 以外のもありますね DLT のドロップコーナーみたいになってるんでそれもね参考にするといいかなと思いますんで。 リンク貼っときますんでであとね次に今生産されてるあのー、トラッカー A2 ですねあれも5月中になってましたねそれも載ってますでこれちょっと弾いといてで私はまあオーロラとりあえずスタンダードねこれ 3V になるんですけど これもね、まだね、浅いんでね今、今シーズンね、どんどん使っていかなきゃいけないんですけども、まあ、これもね、まあ、ブラボーブッシュクラフターの方が、私好みといえば好みになるんですけど、これがオーロラ。それで、これです。オーロラスカンジ。 私ね悩んでたんですけどこれをねもっと使ってからスカンジの方を買おうかななんて思ってたんですけどねまあこれ運命的な出会いでねタイミングだと思うんですけども鋼材は CPM クルーウェアですねでこのねハンドルを見たら 聞かれました、ねうんまあいろいろあってねよかったんですけどこれを取ってよかったですね、うん、これはね個人で譲っていただいたものになるんですけどこれもほんとアメリカの方ですね、まあ、このハンドル私の視聴者の方であれば お分かりいただけると思うんですけども、まあ、話がねちょっと長くなるんでこれをねゆっくりねこれとこれの比較でまあねファーストインプレッションでもちょっと感じるものがあるんですけどねまあ今日はね話が長くなるとはあれなんで「オーロラスカンジマグナカット」が5月13日 の朝5時ですすねドロップになりますんででオフィシャルのドロップのメニューからいけるんですけどもそれもリンク貼っておきますんで5月13日火曜日ただねマグナカットは、ま、もしかしたらうんすぐ売り切れる可能性が高いんですけどねマグナカットも素晴らしい鉄で多分文句のつけようがない鉄だと思うんですけど。 私はねマグナカットじゃなくて 3V クルーウェアでもう満足してるし <coughs> 私のこの選択はオールラス感じに関してはクルーウェアですでマグナカットはねうんでもやっぱりね使ってみたいかなっていうのもあるんでねそんなに買い続けることはないと思うんですけど1本だけ買おうかと思ってるんですよまあ BC スカウトはねあるんですけどもそのモデルが出ればね 私はそれを撮ろうと思ってるんですけどもブラボーン LT マグナカットもねそそられてでオーロラス感じマグナカットもそそられたんですけど私はそれにまだ出るかわからないんですけどねでねちょっとね多分出るんじゃないのかなと思ってるんですけどちょっとシェアができないんでモデル名は言えないんですけど私のね チャンネルを見続けてくれてるか方であれば多分分かりますそれが出る可能性があるんで私はマグナカットに関してはそれだけうん撮ろうと思ってますでは5月13日朝5時にオーロラス漢字マグナカットドロップしますんでありがとうございましたまたよろしくお願いします